ゲストは、上岡龍太郎さんでございます。ノックさん、いつも私に優しい笑顔で接してくれたノックさん、いつも悲しい時は私に最高の言葉を入れていただいたノックさん、ノックさん、ノックさん、本当にありがとうございました。上岡龍太郎です。複雑に現代社会に鋭い、苦しい時もいつもありがとうございました。本当にノックさん、ありがとうございました。嬉しいわ。もう、あれ好きなんだ。上岡龍太郎さん、僕一番好きです。時には犯罪者のように言われたノックさん。本当にありがとうございました。最高だ。苦しい時も悲しい時もいつも笑顔を絶やさなかったノックさん。ノックさん、ノックさん、ノックさん。本当にありがとうございました。嬉しいね。ありがとうございます。いろいろね、ありがとうございました。はい、しつこいんだよ。はい、いいんでしょ。あ、それはいい。フラれたからやってるだけだから。フラれたからやってるだけだから。そうですよ。それでも普通、普通の子だよ。キジンでもなんでもないよ。キジンだからよ。キジンだから。普通の子だって。普通の子。シンプルだよ、シンプル。ラジオネームね。サンチョ。サンチョ。サンチョ。好きな AV のジャンルは何ですか？うん、昔は家庭教師が好きでしたね。ああ、家庭教師もね。今でもやっぱ家庭教師。ああ、うん、もう50手前のクソじじいなのに。そうでも家庭教師だね。なんかあると家庭教師。家庭教師スケベでよく検索してた、ね。なんか上島さんがほら、上島さん熟女好き、熟女好きって言ってさ、はい、勘弁お袋みたいなやつで抜いてたって言うんだけど、もう今熟女好きじゃなくて同級生好きなの。同世代なんですよね。同世代で抜いてたのになってて。そうだ、熟女がそうだよね。年下だったりしますからね。面白いね。そうだね。北野勝さん、最近ご挨拶。そうですね。たけしのお兄ちゃんの北野勝ですよね。まあ、弟と僕はブラザーですけど、BR 取ったらアザーですから、他人ですよ。ねえ。たけしはね、やっぱり何の世界も弟の方がいいんですかね。若野花、鷹野花、たけし。はい。どうも。お元気ですか？はい。おかげさまで、今、うちの十両の佐藤が、佐藤貴信が今、勝ち越して大革新で、理事長になると思ってたんですけどね、僕。発覚待ってろって感じです。私も本当に嬉しいです。はい。なるほど。心の底から嬉しいです。奥さん誰でしたっけ？朝も稽古、昼も稽古、河野稽古です。宮崎です。宮崎大学附属小学校です。宮崎大学附属小学校。浅香唯ちゃんのお兄ちゃんと同級生です。うちの稽古は。そうなんだ。うちの稽古は宮崎です。坂井正さんと一緒です。また頑張ってください。弟さんと仲良くしてくださいね。いや、兄弟は義経と頼朝、昔からなかなか大変です。原田勝さんです。ベッキーが、ベッキーがね。ラジオネームブラックさん。現在。大田プロの芸人は歩合制の給料らしいですが、松村さんだけ固定給と伺ったのは本当ですか？これ前だよね。うん。2010年以降からは、僕も歩合です。歩合なんですよね。それまではただ一人給料制で、男芸人別格なんですよね。給料だったね。大田プロの王子様といえばね、松村邦弘。そうですよ。大田区に車も来てもらって。唯一の給料制と。給料制。給料だったからね、ここまで長くやれましたよ。まあそうだね、波がないからね。これ歩合だったらね、もう俺マネージャーだったら、絶対俺使いたくない。本当にそうだね。まあまあまあ、なんていうの、まあ、長くやれたのをね。まあそうですね。安心してね、安定してできて。欲もあんまないしね、お金にね。欲ないもんね。だって部屋小銭だらけだもんね。そうそう、神社だから。神だから、もう家帰ったらポケットに入ってる小銭ばらまくんですよ。あと、これをね、貯金箱に入れることできないから。鬼神だから。あと、使い捨てコンタクト、本当に床にばらまくんじゃなくて、床に捨てちゃうでしょ。やっぱお前、鬼神じゃねえか。誰でもあるじゃん。いや、ない、みんな普通だよ。ない、俺もある、俺もあるってリスナーみんな思ってるよ。ないよ。ゴミ箱捨てますよ。あるネタないよ。そんな人いないよ。いや、みんなそうやってきてるんだもん。松村さんも、もう今は、不安性ということでございますね。ラジオネーム、ぐどんなぐどん。阿部寛さんが、ウォシュレットのボタンを押した瞬間、巨大なバイブでアナル攻めされた時のモノマネお願いします。いや、なんだよ、このウォシュレットは、最高にいいじゃねえか。なあ、おお、気持ちいいな。なんなんだ、おい。
何なんだこれ。おい、まあ、こんなに動くのかよ。おい、上下に動いてるよ。ちょっとすいません、外していいですか。これ手作業ですか。こんな手作業で。前も見てる。すごい、これは手作業でやってるんですか。まさかこんなことができるとは思いませんでした。バイブがこれだけの、しかもすごい技術力だ。うちの性能じゃない。また変わった。まったくすごい会社があるんだ。ラジオネームさざなみジョイントエフム栃木。ソープに行ったら、はい、奥さんが出てきた平泉聖さんのモノマネお願いします。よー、栃木に来たらやっぱりここのソープだね。気持ちいいソープがあると聞いてやってきたよ。いいネオン街だね。立て続けにこれお店の名前全部覚えちゃったよ。じゃあ失礼します。いやー、はあ、いいね。あけみちゃんってのがいいらしいね。こんばんは。は、あけみちゃん、ああ、いいことね。ちょっと見てみようかな。はあ、あきこ、なんでいるんだよ、こんなとこで。でも大丈夫、保険に入ってるから大丈夫。いいな、いいな、母さん。保険に入ってるから、どこで働いても大丈夫。バカじゃないの、この人。ありがとう。やべえな、いいな、いいな、やめろ、引き出しがあるから、いや。ちょっと母さんやめない。母さんじゃないよ。いい加減知らずだもん。母さん、おいでだよ。ラジオネーム、私の傘だけありません。はい。小日向文雄さんが、尿道を責められている時に、あげる声を聞きたいです。まったく、最近はどういうことなんだろうね。いや、弱っちゃったな。仕事は忙しいし、頑張ってるな。頑張るな。お、なんだこれ。これ何なんだ。おい。おい、いい、いいちょこれはなかなかいいちょ最高だちょ秀吉の小日向さん、くだらない言葉ばっかり。いや、でもすごいですね。全部レスポンス早いです。本当にね。お正月の上島竜兵の妄想リアクションとはもうレベルが違います。めちゃめちゃつまんないから、ね、そこは比較しないでください。いや、最近はなんか上島さんとことはあんまり飲んでないですか。そう、まあ、これ事務所だったぐらいだね。もともと竜兵会でもないですもんね。うん、だけど、そうそう、なんか催しもあるもんね。酒飲まないです、ね、酒飲まないです、ね、あんまりなんかその太田プロの中でもみんなの一枚岩って感じじゃないですもんね。なんかほらずよ、ね、ちょっと気の付けがなかったから。そう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 、苦労を共にしたって感じがしないんでね。これから一人だけ楽しやがったって思って。確かにね。確かに有吉君とか大変な時にね、俺も本当今思うわ。もうちょっとちゃんとしとけばいいと思う。その時ほんとけばね。本当だ、うん、タイムマシンに戻ったらまずそれするわ。そうね、一からそれする。大して飯おごってもらったことないよ。付き合い長いけどほとんどおごってもらったことない。中野新橋で一回ぐらいおごってもらったぐらいじゃないかな。ね、あとだいぶ頑張ってきたからパスタね。あ、そうそう、昼のランチのパスタ。大盛りのやつね。大盛りね。そう、それぐらいであんまり飯を持ってもらったことないね。確かにね、二人で行っても話すことねえなって。俺がそう一回夜中でキアーベってとこで行ったよね。あ、夜中ね、一回ね、なんか役者の子連れたりとかしてね、行ったね。そうなんだよな。特に風俗も連れてってもくれない。あ、そうなんないっすか。全然連れてってくれないね。俺、電波少年、そうそう、電波終わった時さ、やっぱ一番来たけど、やっぱ風俗店だったんですよ。ずっと海外でさ、そういうこともないから。全然連れてってくれないね。いや、今思えば行っときゃよかったね。めちゃめちゃいい。一人で行くんじゃなくてね。一人じゃなくてね。一人ばっかりってんだもんな。あー、ほんとだ。ね、お、そうそう。反省しないで。ダブルローションでね。いや、ダブルローション。なんで3人コースなんだよ。ね。これ、FM だよね。おしゃれ FM ですから。いい加減してくださいよ。スタジオ、君ところじゃない。今スタジオ大丈夫かな。もう遅いですよ。終わりますから。たけしさん、どうなんですか、舛添さんの。まあ、鈴木さんはね、前からああいう感じだったんだね。だから、あの、あれは一回、金スマかなんか出てよ、中井くんの番組でも、読めんだよ、低い先生とかなって。なんなんだ、第三者って。次の都知事、どう、東さんやるんですか。難しいだろ、東。東を都知事にして、軍団全部あの、県知事しちゃおうかと思って。で、人は知らなきゃ、岡山の県知事やしよ。で、いろいろ全部やって、義太夫とかは、もう残り低いんだから。
あいつは夏目漱石、夏目漱石って言ってたから。そうね。あいつもみんな読めないんだけどな。うん、いいけどな、どうだろうな。素晴らしい。やめちゃったから一回な。ね、うん、ダメだ。いや、最高でした、本当に。もうそろそろもう終わりですよ。でも次のブロックで終わりですけど。ああ、もうちょうどいいわ。もう1年会わなくていいわ。もう1年じゃないですか。まあまあ、そう言わず、まずりで。まずまず、もうね、お腹いっぱい。ラジオネームネズミ男、うん、元阪神タイガースの吉田芳雄さん、はい、今日のラジオを統括して総括してもらえますか。はい、今日はね、なかなかのものでしたよ。松村君なりにも、ただこれを見て今日はね、有吉君、うん、そしてこう、うん、山崎モータースもそうですよ、ほんとね、ダーリンハニーみんなね、一つになってましたよ。これこそラジオですよ、ね、はい、よろしく。二角師匠、はい、今日どうでした。なかなかまとまってますな。このお笑いという形としては芸ができてますな。こういう相談なんですが、有吉君の相談いかがでしょうか。オール阪神巨人さんです。有吉君に、いや素晴らしいですね。それを聞きたくてもずっとこれとモノマネ帳とにらめっこしてましたけどもね。なるほど。いや最高でございました。またじゃあ、はい、いつか、うん、ぜひぜひまたお越しいただければ。定期的にじゃあ、はい、定期的に。また来年、来年まだラジオやってればお会いしたいと思います。はい、私のやってる番組ではちょっと扱いづらいんで呼ぶことができないんですけど。呼んでるこれ2時間。俺 FM でこんなにさ、下ネタが喋るのありがたいな。ラジオはね、ラジオはまたこのラジオはだけちょっとまた違い方権なんで呼んで来てもらうことできるんですけど、ちょっと私がやってる普通のテレビの方はちょっと呼ぶのは難しい。俺だけ出てんだからさ、何かのパーターあるんじゃないの。何かのパーター。俺本当クリコさんのパーターとか、クリコさんのあれ、こんなに言ってるからさ、人バーターも言わないじゃない、これ。人バーター。何だか教えてあげましょうか。お前が鬼人だから。普通だよ、普通。普通だよ、これ。ということで、あっという間でございました。終わりです。スペシャルゲスト、松村邦弘さん、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、また来週お会いしましょう。浅香さん、ありがとうございました。浅香に、また来るってんだよ。思い出した時、また来るよ。さようなら。何言ってんだおい。また出てきて聞こえないぞ。